はい、こんにちは、てちゃんです。ドラゴンクエスト妄想3、前回の続きからやっていきたいと思います。前回はリノが実の弟だということも知ったのも前回、それからその弟を手がけなければいけなかったこと、戦って倒さなきゃいけなかったことも前回という目まぐるしい展開、もう頭がついていっていません。いいやつかと思ったらダメなやつだった。まんまと策略にはまってしまって、最後リノと戦うことになってしまった。そんな感じです。で、倒し終わった後にめちゃくちゃ強かったんだけど、リノ。で、倒し終わった後にホイミンが進化の秘宝を解けたホイミンから連絡がありまして、宝物が見つかったからデスパレスにおいでってことだったんで、今回はそこ行ってみたいかなと思います。行ってみましょう。前回のリノ戦からね、いきなりボス難易度が上がった気がするんだけど、そんな感じしません？あそこで使える人いるんじゃない？結構。まあ、うちは竜王がいたからいいですけどね。サラマンダーと。ホイミンいるかな？どっか。ん？いるかな？ゲハ？さっきこの辺りからうまそうな人間の匂いがした。食うな。ホイミンじゃないぞ。ゲハ？ここはデスパレス。あなた様のお城です、ゲハ。どこいんの？一番上だ。人間じゃない。人間の格好したホイミンだからな。で、このさ、人間型がさ、いつ解除されちゃうか分かんないんだけど。はい、お待たせ。お久しぶりです。てっちゃんさん、待っていました。これを私に来たんです。てっちゃんは英雄のマントを手に入れて、おお。これは英雄のマント。この装備は昔お世話になった人間の戦士様からもらった宝物なんです。バイアンか？モンスターマスターのあなたなら仲間に装備させてあげれば役に立つでしょう。旅の途中でこんな話を聞きました。人間と魔族は争いの末いずれかが滅びると。でも僕は感じるんです、人間と魔族は共に生きてゆけるって。そしてその架け橋になれるのはあなただと思います。僕もう魔界に帰らなくちゃ。さよなら。僕の話どうか忘れないで。じんときたよ。はっと目覚めさせられたよ。で、どこ行けばいいの？で、どこ行けばいいの？採用時に話していくか。ここにあるのは我らがデステッチャン様の玉座である。いやいや、デステッチャン様でしたか。大変失礼いたしました。ギハギハ。また戻れば話進む。旅の扉でまだ行ってないとこあったっけ？そこかもしれない、行くの。おお、進んだ。大変だ。人間が塔に入っちゃったよ。ベネットじゃない？ベネット来たんじゃない？帰ってきたか、ベネット。いない。あれ、不思議な力に今使用できないようだ。便利だな、おい。
ここ上行ってないから上行ってみるか。え、ど、それともどっかにある？誰か待ってる上で。誰か上で待ってるぞ。ロザリーちゃん、テッチャー様、お帰りなさい。実はお勇者ソロがここに来たのです。あの方はとても清い目をしていました。彼を見て思ったのです。人間も卑劣なものばかりではないと。人間を滅ぼす野心などどうかもうお捨てください。そしてここで私と二人で。うわー、お前心にもない返事するんじゃない。なんでそんなに悲しませるロザリーを。なんでわからない。私はもうこれ以上あなたに罪を負わせたくないのです。お、なんか北斗の拳のユリアバージョン来た。こっから飛び降りるとかそんなことないよな。泣いて。たとえそのためにえあなたを失うのだとしても。ちょっと鳥肌立ったんだけど。やられる。ロザリーにも、ロザリーにも裏切られるかもしれないこれ。さてと、次のとこ行っちゃおう。そんなこといいから滅ぼしに行っちゃおう。ここだな。うん、こいつら全員滅ぼす。カンミロ、新しい魔界に到着いたしました。まあ、星3つだからな。カンミロの魔界中級。明治ドラキ、あの野郎全然仲間にならなくて。何やら騒がしいですね。どうやらあのドーナツの門に向かっているようです。あそこに何かあるのかもしれません。私たちも行ってみましょう。え、なんだこの、ああ仲間してる。キラーコーン懐かしいな。お前元気してたか。え、ああトロピカルキ、トロピカルなんだっけ、これも仲間配合してますんで OK。 トロピカルなんだっけ、そんな名前逃げなさい、逃げなさい。あ、渡れない。もう竜を連れてるせいか、なんか魔物が逃げてくんだけど。そんな違う？軍隊が2。ん？ちょっと待って。卵がないか？上。上か。あ、なんか湧いた。
なんだこれ。スイーツ魔人。ちょ、待て待て、入れ替えだ。弱いままになってる。殴る力あるのはこっちか。これでいこうか。スカウト、スイーツマジック。あ、トロピカルキングだって。64%。一発やな。ダーブラみたいな顔してんな。共に行くぞ。何？イラク。そのアリバイでイラク。もうちょっと頑張れお前。頑張ればもうちょっと幹部クラスだぞ。上な、上行く。なんか近そうで遠い作りになってんな。スイーツマジ。お、危ねえ危ねえ。あああ、竜王でもいいかな。あ、あ、いや、そうか。おお、あ、懐かしい。ドラゴン、あ、なんだっけ。あ、卵あるな、近くに。こっちの 上にもあるわ。ちょっと待って、ここのまずこれ、これから。最近卵楽しくてね。あー、飲まる。ここ登ったところにもあるから、あ、いけないか。あ、これ季節変われば、多分季節変わればいけるパターンじゃないか。登れるような、いや、いやいや、行こう行こう行こう。え、いいよね。結局あの離島から行くパターンだったら怒るよ。これ行けんのか。行け、コーンな、キラーコーン。オッケーオッケー。あ、来た来た来た。え、あ、耳飛びネズミ。オッケー。スイーツ、なんだ、プディングか。まさか俺たちの支配者様が初級エリアから来た魔物に倒されちまうなんてな。そのまま上級エリアに向かってったが、あれは何だったんだ。あの鳥か、煉獄長みたいな。どうやら慌ただしくなってきたな。次の支配者になるのはこの俺だ。誰、ドロヌーバが言ってんのそれ。弁天竜、ふざけたこと泣かすんじゃねえ。いや、お前ら二人ともダメだろ、明らかに。あ、まあまあ、こっちの方がまだ風格があるわ。おお、あれは長老の道王様だ。お前たち騒ぐでないぞ。次の支配者ならばこの甘味楼の魔界に伝わる習わしに従って決めようではないか。アイスの迷宮に眠る珠玉のポップンロッドを取ってくるのじゃ。それを手に玉座に座った者が次の支配者となる。つまり早い者勝ちじゃ。ってことは俺にも支配者になれるチャンスがあるってことか。ん？さあ、我こそはと思う者はスタートラインに立つのじゃ。名を上げるチャンスです。私たちも参加しましょう。
迷宮からこの右のやつ誰、主役のポップンロッドを持ち帰り玉座に座れば優勝でしたよね。私たちならきっとできます。まずはアイスの迷宮を突破しましょう。あ、トラルか。身の程知らずのエルフだな。あ、スイスゴレムいる。どうやら揃ったようだな。では皆の者、位置について、よーい、行くのじゃ。誰だこれ。ビーンズだ多分。きっとチョココレも勝つだろうな。ああいう無口なやつが一番強いんだ。え、こっちなの。アイスの迷宮、アイスの迷宮どこ。うわ、反対側じゃん、反対側じゃん。反対側どうやって行くのこれ。マジかよ。こっち側から、おいおいおい、ちょっと待って、今でかいの誰だ。ああ、トロピカルキング。ちょっと待って、どっちからだ。こっちからでいいのか。あれだろ多分、アイス。おー、やべ、見っかってる。違うわ、待った、向こうだ。やべ、下降りちゃった。ここから行けるか。いや、わざとこっち向いてるだろ。ちょっと待てよ。いや、いけないな。どうやって行くんだこれ。フリーズム。あ、あっちからっぽいな。あっちからっぽいな。大外枠をぐるっとくるやつじゃないかこれ。これここで行けなくなっちゃうだろう多分。多分そうだな、そっちからだな。うわー、やられたよ。行けないよな。いやー、また戻るしかないや。こっから。こっち見てるもんな、絶対。あぶれ。で、お、季節が変わって新しいキャラいないか。ホイップが、あー、モリモリベス。
守りベストは仲間したかったな。あ、スキッパー何これ鬼火みたいな。ちょっと待って、どこだ。あそこからだな。あ、メタルスライムいる。メタルスライム経験値取るか。殴れるかな。命令、ちょっと待って、攻撃一個一個やんのこれ、めんどくさいな。ですぐに行ったんで逃げないでしょ、すぐ。めんどくさい割にはあーこれピキってなってるわ。これ多分登れんじゃないか。あー登れと思った今。はい、卵特殊演出入りました。おお、機能ヘルボックルか。でもう一個あったでしょ。あれ？左だ。え、ない？え、左にあるようになってんだけど。この後ろ？ちょっと待って、待てよ。早くないか湧くのが。ノーマル泥皿。ここから登ればいいの？ここから登るのか。こっちから、あー違うのか。違う、もう一個向こうからか。もう一個向こうからだ多分。ちょっと待って、こっから道なり登っていく。うん、着きそうだな。いや、嘘だろ。絶対横見てたろお前。こっち行く。ちょっとでこっち行く。こっち。ちょっと。
着いたか。プディングとかついたんだろうか、ここに。ボストロールとか。え、なに？はい、というわけで今回はここまでにしましょうかね。次回、アイスの迷宮ですね。はい、本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。